出るであろう。どこ？ダッ島での夜の作業。明るいとこだよね、きっと。暗くなると毒蛇が。ナビでは真っ直ぐ。ここですね。え？読むことじゃない。間。間は。でも上にも入り口のさじだよね。あ、なるほど。持って。真面目に待ってますんで、うん、そしたらあれかもしれない。こういうわけでかかってから、あー、これは釣りたらいけない。およそ300メートル斜め左手前方向で、その先200メートルで右方向で、目はあまり良くないが、このピット期間で熱を感じて、全然車いなくね。ネズミなどを狙う映画プレデターのエイリアンのように、そっちじゃないっていう、そっちです、ね、サーモグラフィーを見るかのように獲物が見えているという。すごいね、何これ。そのためこんなに間違う人全然人いないし、こっちからも入れるんだ。あ、違うか、両サイド、両サイド。小型車でもないけど、大型車でもない。目的地に到着しました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間26分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。なんか盛り上がってね、いるとしたら出てますね。真ん中だよね。石垣の間を這い回っていることも。ここうるせえか。あ、びっくりした。あ、そこ丸々1個あるじゃん。はい、ラップしてますね。この上と車結構来るね。近いよ。これ2匹分かな。そうですね。トイレの前だし。あ、なんか後ろの方がいいな。うわ、マジ。ここか。ああ。ここ車いるけど、こちら。そこはもう寝る仕様だったからね。反対側。近くに潜んでいないか。見分けして探す。近いか。開いてるし。開けたところ。結構平らだね。びっくりするほどなんか真ん中盛り上がりだもんね。これ一コマで車中泊。あ、いた。いた。いましたね。ここにいた。あ、もう扉開いてるね。回ろうか。俺は回ろう。第6の機関、ビット機関の裏に回る。なんか、ブルーってなってる。え？曲がってないの？おぉ、あ、逃げろ、これ、あ、早く早く。頑張ろう、頑張ろう。うわぁ、すごいな。おぉ、おぉ。うん、頭からこっち入れて。